重岡慎次郎5月10日から1971年1月16日は日本の海軍軍人。井手健次らに続き潜水艦の拡充に尽力した海軍中将である。なお、重岡信次郎とする資料もある。愛媛県出身。松山中学から1898年海軍兵学校に29期として入校。 流年市1902年30期として卒業した。兵学校の卒業成績が昇進に大きく影響した海軍で、赤字が187名中156番の、重岡は中将まで昇進した。遺憾時代は、岩手、比江、五福島、唐崎丸乗組等を経て第一潜水艇隊付、同艇長心へ、同艇長、第二潜水艇隊艇長と、実務経験を重ね、 以後もほぼ一貫して潜水艦畑を歩む。左官時代は、仏国出張を経て潜水艇の偽装委員を務めたほか、第四潜水船体参謀、潜水学校教頭となる。大佐昇進後練習艦隊所属の出雲艦長となり、同期の役も艦長、加納江三郎大佐と共に練習航海の成功に貢献した。由良艦長の後、 潜水学校校長を務め少々に昇進。第二潜水戦隊司令官、軍令部出資を経て、関政本部第五部長、再度の潜水学校校長を務め1931年12月1日中将に進み、1932年3月31日予備役編入となった。女性の馬の光は、ビホロ海軍航空隊飛行隊長在任中に、殉職した。 昭和海軍筆士、P26 の村直国の談話。29期からの留年組で召喚まで昇進した人物は、他にも、小瀬康史八少将がいる。練習艦隊司令官は、百武言語の兄、百武三郎中将。海軍黒潮物語ピアニッシも、91から92、官方第6212号、助人及び、事例1904年3月19日。 漢方第6494号、除人及び、事例1905年2月25日。漢方第3729号、除人及び、事例1907年12月2日。漢方第159号、除人及び、事例1913年2月12日。ありがとうございます。